今日の午後は北日本で強い雨の範囲が拡大をしそうです。まずいただいたリポートこちらですね。福島市の状況になります。強い雨に加えて風が強いということで今横殴りの降り方になっております。福島県内では今1時間あたり 2,30 ミリの強い雨の降っているところがありまして、この後も雨量の増加要注意となります。では現在の状況をまずご覧いただきましょう。その雨雲なんですけれども、今東北地方ですと福島県を中心に宮城、山形、秋田県にかけて特に活発な雲が見られます。でさらに北海道に関しては今道南や道央エリア中心に南の方から雨雲が入り始めているんですけれども、こういった強い雨雲この後も陸地にかかりやすい状況が続きます。雨雲の予想でご覧いただきましょう。特に注目はこのライン状の雲ですね。福島県や山形県に関しては夕方には雨のピークを超えていく予想なんですけれども、東北の北部ではまだ夕方までは雨が強まりそうですし、北海道については夜にかけても強い雨が降るものとみられます。ところどころで雷を伴って激しく降る可能性がありまして、引き続き道路の冠水ですとか、あとは小さな河川の増水などに十分な注意警戒が必要となりそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。